はい、こんにちは、こんばんは、えです。今回ね、前回と逆でね、女性の脈ありチェックポイントという形で、自分のね、過去の恋愛の経験と友達の話、周りの婚活女性の今つながっている方たちの話と、過去の、女友達のね話、そしてアドバイザーたちの、話も少しねこう入れながら、自分なりにちょっとまとめてみたケースがあります。ほぼね自分の経験です。でまずね、脈ありポイント、女性がね、まあ、男の人に対してこれは今回歌ってる動画になりますので、女性の方は、まあ、あくまでもね、こういうふうに男って見てんだなというふうに見ていただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。まずね、まあ、デートとかいろいろね食事を誘ったと、これから、まあね、付き合おうかなとか思ったいい人、ね、気になる人を誘った時に、ね、反応を見る、チェックポイント、まあ、デートとかね、夜のねディナー食事で、時間をね気にしないっていうね、あまり遅くなっても、時計とかスマホでこうチラチラ見ないっていうね、普通 のメールチェックとか LINE チェックじゃなくて、時間的なものね、あと腕時計ね、あんま少ないけど時計してる人少ないのかもしれないけども、時計チラチラ見てたりとか、もう早く帰りたそうにしてるっていうのはもう、ね、一発でも分かるからね、それは絶対ダメなパターンになりますんで、大体自分が、ね、過去の恋愛とかでも、あとは婚活で婚交際になった時も遅くなってもね気にしないんですよ、あもうこんな時間だって言いながら帰らない、車から降りないっていうね、これも一つのポイントだよね。車を持ってる人の、これ一番いいと思います。終電気にしないっていうのはあからさまだからね、でも大体電車でデートだとみんな帰りますからね深い仲になってない限りね、最初のデートの段階、まだね付き合う前のデートの段階だと、もうね帰らなきゃってなっちゃいますけども、これね付き合ってない段階でも車でデートの方がね非常に分かりやすい。車だと終電とか気にしないんで、でスッと送れば完全無事に届ければ、問題がないわけですから、もう安心してるわけですよ。でしかも個室ですよ、個室の空間に2人きりでずっといてくれるっていうね、気がない人は、ね、早く帰りたがるんですよ、理由つけてね、今日はちょっと用事があるから早く帰んなきゃとか、ね、家族のなんかね誕生日があるとかって嘘ついて、帰るパターンとかもありますんで、だから普通にデートで車のデートをね、車持ってない人も今レンタカーとかあるから、逆にレンタカーデートっていうのをねやってみるといいと思います。だから変な車か借りないで、もうね、レンタカーなんだから、ね、本当に月1回借りるレベルとかにしてしまって、BMW とかね、左ハンドルは慣れないと危ないから、右ハンドルのやつで、ベンツとか BMW とかね、アルファロメオとか、その辺をね、まあ、ポルシェは言っちゃうとちょっと緊張しちゃうけど、そこそこの大衆車みたいな会社だったら気にしないでデートで使えますん でちっちゃいのもあるからね、ね、なんとか A シリーズとかなんとかとかアウディとかもねあるから、ああいうのでちっちゃい車を借りて、その相手の反応を見てみると、この2人きりの個室の空間にずっといてくれてるのか、ね、痛いと思ってくれてるかっていうのがまず非常に重要な点です。これで帰りの時間とか気にしないんであれば、もうね非常に興味があって長い時間一緒にいたいなと思ってくれてる女性なので、慎重に、ここは一気に行かないで慎重に攻めて、あくまでも紳士的に接して、デートを重ねていくというのが大事になります。であとね、体と顔の向き、体と顔の向き全部一緒にこちらに向いてくるっていうね、顔だけ向いてるとかそういうのはダメ、体は向こう向いててって、それはあまり興味が持たれてないっていう形で、ただ単に喋ってるから相手の方向くっていうね、ただそれだけのことなんで、体全体で、もうね、あと食い入るようにこうねちょっと手をついて前のめりに行って、腕組んで後ろ下がってるのはあんま良くないからね、警戒、腕を組むというのは警戒をしているというサインにも なりますんで、普通だって好きな人の前で腕組まないでしょ、普通は。男は腕組んだりするけどもこうやってね、だけど女性の場合っていうのは普通こんなになって組まないからね、威圧的な態度っていうのをやらないんで、そういう会話中の態度っていうのね、目線だけじゃなくて顔の向き体の向きが一致してこっちに向いているというのはチェックした方がいいと思います。体全体であなたのために全身全霊興味を向けているという証拠になりますんでね、あと何気ない会話の内容とかね、
あとこちらの好みを覚えているって、ね、やっぱり会話の端々の中で言ってたこと、自分が全然何気なく言ったことっていうのをね、好きな色は青だよとかね、あとはなんかこう洋服もなんか革ジャン系が好きとか言ったら、それではこの間革ジャン好きとか言ってたよねみたいな、でなんかね今度プレゼント、例えば誕生日が近くてそういうのをくれたりとかね、まあ革ジャン極端だけど高いけどもっと安いもので、ね、例えば青い、ね、色が好きだった、青い、ね、色が好きだって聞いたからこういう、ね、色で選んでみましたとかね、ハンカチ青とかさ、なんかね、そういう系で、だから つまりその何気ない会話でから情報を収集して、相手のためにね、喜んでもらおうというふうに、ね、こう気にしているという、常にだから相手を気にしているということが大事です。だからつまんない、興味ない人とかつまんない人に対しては全部会話聞き流しですよ。多分ね、下の名前すら覚えてないし、誕生日すら覚えてないってね、だから何気ない会話の内容とかで、そういうものをちょっと覚えてとかね、何月に行こうかとか言ってたことを、あ、そういえばこの間ここそこって、何月に行こうって言ってたよね、あれどうなってんのみたいなこと言ってきたらチャンスです。あとはね、次のデートでね、会話の時に自分からね、行きたい場所を伝えてくる、ちゃんとね、意思表示をしてくるっていう部分で、一緒にプランを考えてくれたりすると、なおいいですね。相手に任せっきり でこっちが言ってもうーんみたいなで間が空いて、じゃあまた、予定表見てから返事しますってなると、この間の脈なしポイントの方につながってくるんで、大体はどこがいいかな、どうしようみたいな形で、でなんとかもこれも行きたいな、これも行きたいなとかっていう風に、自分が行きたいなという言葉をちゃんとね、態度と行動で、言葉で、出す、女性は多分一緒にこれから、進んでいけると思います。まさに脈ありチェックポイントの一つになりますんでね、あとはね、これは自分の中の、話で、デート中にね、こちらの体調を気にしてくれるっていうね、例えば車デートの場合、特に車デートは多いよね、一番探せるポイントっていうのがいっぱいありますんで、やっぱり長い運転ね、ずっと男の方が大体運転する羽目になるんで、羽目になるとか言っちゃったけど、いやでも女性で運転できる人いたら俺絶対いいんだけどね、みんなね、車持っててもね、運転したがんないんだよね、絶対にこっちの助手席に乗ってきちゃってね、大変な、まあ愚痴はどういいや、そういう愚痴はいいや、デート中にこちらの体調気にしてくれる、長いでね、長い間ドライブをね、ドライブ時間ね、長い時間ドライブしてくれたりね、遠くへね、高速使って行った時とかも、もう疲れてないとかって、もう休んでもうね、その辺で休むとかね、でちょっとじゃあゆっくりしようかなんて言ってくれたら最高ですね。もうだって気のない人とかつまんないデートだったら早く帰りたいから、休憩もしないで相手の体調なんかどうでもいいから早く帰りたくなるんですよね、でも本当に気がないと早く帰りたいからこの言葉は出ませんよというところの根拠です、これはね、今ね、付き合ってる方も含めて過去の恋愛でもやっぱりね、みんなね、気を使ってくれます。黙ってあとジュースを買ってきてくれたりとかね、飲み物をね、サービスエリアとかで、ね、トイレ行ったついでに帰りに買ってきてくれて、どう、ね、あげるって、はいって渡してくれると、おおみたいなね、ちょっとねポイント高くなります。本当に100円とか150円のねペットボトル1本で男ってね、ポイント高くなるんですよ。だから女性の皆さん本当にね、特に自分で運転してる方は分かると思うんですけど、ね、ガソリン代と高速代と労力ね、運転する疲れるんでね、事故らないようにしなきゃいけないし、一人で運転するしてる時よりも二人で運転してる時の方が非常に疲れるんです。なぜなら安全運転をしなければいけない。普段から安全運転はするんだけど、より一層安全に気を使うんですよ。事故っちゃいけない、事故ったらこのデートプランが台無しになるし、いろんな方に迷惑がかかるということをね、常に考えて、デートはしてますんで、非常にただのデートよりもプラスアルファの、疲労度が増すという形なんで、大体そういうの分かってくれます、車持ってる女性は。で、気を使える女性であれば車持ってなくても分かるんです。それが気にしない、相手に対してそういう言葉が出ないという女性はもうね、気を使えてないんですよ。だからこれはね、もうだから常に過去の動画でも言ってるように、相手に対して気を使う、これ男女関係なく、とにかく向き合った相手に対して、誠心誠意、一生懸命向き合って気を使えるっていう、ね、気を使うというところ
ところをね、心から気を使うっていう、ね、上辺だけじゃなくて、うん、もう小手先のあのな3つのポイントで、婚活成功しますなんていうバカなアドバイザーの言葉なんかいりませんので、そんなもん参考になりません。常に自分が黙ってでも行動できる、ね、誰からの入れ知恵もなく、自ら行動できるというのが一番大切なことになる、大切なポイントになりますんで、もう付け焼き場のうさんくさいアドバイザーとか、ね、商売商婚たくましい結婚相談所のアドバイザーの言葉なんかはもう軽いんですよ、チンプですよ、そんなの、本当にチンプなんで、それをやったらなんとかうまくいくなんて必勝法みたいなように語るけど、そんなのは真に受けて やってる人たちの方も、まあ、どうかと思いますけどもね、そんなもんは最初から分かってるよっていう方の方が逆に素晴らしいんですよ。普段から気を使っている方、気を使えている方っていうのはそんなものに頼んなくたって普段からやってるわけですね。まあ婚活でね、みんな長引いちゃってるで、まあ、自分も含めてね、そういう気を使えないから長引いちゃってるっていうのが一番のね、ポイントなんですよ。気を使ってるようで実はまだ届いてないっていうね、だから自分もなかなかね、その成功はまた別として、本交際もちょっと間がね、空いたりはしますんで、だからやっぱり気を使えてない部分っていうのがね、どっかに出てるのかなというふうに考えます。だから常に反省しながら、これは大丈夫かな、こういうことをやった方がいいかなと、やらないよりもやった方がいいというのが大体の結果になりますので、だから恥ずかしくもないです、格好つけてもいいんです、もうね、偽善者と言われてもいいんです、相手が、困ってないかとか、相手が疲れてないかとか、ね、相手のことに対して気を使えるかどうかっていうね、それを普段からやれるかどうか、考えること、そして行動に移せること、この2つっていうのがね、非常に大事になってきますんで、で偉そうに言ってますけど、自分もだからそういうふうに言える立場になるように今努力してますんでね、努力してますんで、でこれがだから振られたら多分それなんだろうね。だからあとは金銭的な面で振られるのは別としてね、そういう条件とかで別として、人間的なこの向き合いで振られるということは多分何か自分に足りないものがあるとかね、そういうふうに自分は思います。だから何が悪かったのかなっていうところで、相手は多分教えてくれません、もう自分で気づくしかないん で相手に聞いたところでそんな、ね、傷つけるようなことは相手に言いませんので、まあそんな聞かないまでも、どの辺かな、この辺かなっていうところがあったら、その気になるところをまず改善するっていうことが大事になってきますんで、まあ男の人に対しての今回動画で言いましたけれども、これねもう、ね、男女関係なく後半のこの部分は、人間として、ね、人として相手のことを気を使う、優しい心で接するというね、本当の本心で接する、ポイントを上げるためになんかねこう着飾ってハリボテのような形で接しない、そういうのはボロが必ず出ますんで、完璧を装ったところで全然根本ができてなければ絶対に破綻してきますんでね、そういうバレます、それはね、嘘というのはバレます、だから常に嘘というのは必ずバレるということね、嘘偽りです、そういう3つのポイントだとかなんだとかね、婚活必勝法だとか攻略法とかなんかね、成婚するためのなんとかとか言ってますけど、あんなもんね普段からできてないんだから、そんなの聞いたってできるわけないでしょっていうところが自分の意見ですまあ別になんかね憎んでるわけじゃないんですけども、あまりにもなんかそんなこと動画で垂れ流してるんだったら、自分 の会社をね、一人でも多くの成功者を出すように、そんな動画なんかやんないで、もう会社でやれと、そういうね結婚相談所のね相談所の中 で会員を一人一人もう一回洗いざらい面談したりして、一人でも多くのね成功者を出すようにね、それをやってもう暇になりましたよって言って、これだけ成功したからね、動画で、ね、配信しますの方がね多分ね説得力あるんですよね。まあこれはねあくまでも個人的なね意見ですけども、まあだから占いとかそういうのはね自分信じないんですよ、だって人間が人間を占うなんておかしいでしょ。そういう本当に神様だとか異生物のね全然人間じゃないのが降りてきて占うんだったら全然信じますけど、そんなもんいやしませんので、だからね絶対っていうのはないんですね。だからこの世に絶対の存在というのはいないんですよ。人間っていうのは欠陥があるから人間なんです。間違いがある、間違いを犯すのも人間なんです。
そんなに 100% ね全て正しいことばっかやってるなっていう人はもうね完全な異常者かもうねもうまやかしですよ、偽善者だと思いますんで、もうね皆さんもう地図だらけで多分ね婚活を望まれている、あとはそういう パートナーがなかなか見つからないっていうのは何かしら欠陥があるけど、自分も欠陥があるからね、だから婚活しているわけで、自然の出会いで出会えなかった、婚活の世界に足を入れたっていうこと時点で、でも婚活をしている時点で、何らかの欠陥っていうのがあるという形になりますんで、だからそれは悪いっていうわけじゃないんですよ。だから欠陥があるから人間なんです、間違いがあるから人間なんです。相手に対して気を使えなかった、ね常に自分の要望しか相手にぶつけてないとかね、もうわがままだったりとかね傲慢だったりっていうのがあるから、一人なわけですよ。パートナーが見つからない、それで別れてしまうとかね、ということもあるわけです、だから常にその 100% はできないんですけど、とにかく相手のことを考える、思いやる、心から優しさで接するっていうね、これをね忘れないで、いただきたいなというふうに思います。散々偉そうに講釈垂れちゃいましたけれども、またねぜひ皆さん、一緒にね一緒に頑張っていきましょう。自分まだね婚活はもうしてませんけれども、本交際中ですけどもまだ戦ってます、婚活の中ではやってますんで、その世界にはまだいますんで、これで成婚すれば婚活から卒業という形になりますので、そしてその卒業後婚活して知り合って結婚した男が男女が幸せに実際になってるのかっていうのをね、その後の生活の方をね皆さんに配信できたらいいなと思ってます。そういうのあんまやってる人いないからね、自分がその第1号に、なれればいいかなというふうには考えてます。別にだからなんかこう変な収益とかそんなのいいんですよ、別にどうでもいいんです。自分が生きてきてこういう人間がいて、多くの人にね少しでも多くの人にこんなやつがいたんだなっていうのを知ってもらえたらありがたいかなというふうに思ってます。まあそんなことでちょっと長くなりましたけれども、一応ね、真剣にこうね語ってみました、それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。